ではですね、渋さんプロジェクト第1回定期公演の立ち位置、そして歌唱メンバー並びにマイク番号を発表していきます。呼ばれた人から順番に立ち位置についてください。まず上手の後列からいきます。浅見、はい、林、もっとかな、栗田、田島、安藤、坂本。じゃあ次、上手の、前列いきます。木下、はい、井ノ口、はい、栗田、原田、はい、で原田と田島でセンター割りになります。井上、三井。以上が立ち位置です。ここがセンターだったら、このセンターを2人で割っていただきます。はい、そうです。では次、歌唱メンバーの発表をいきます。マイク番号1から言います。1番井上、2番木下、はい、3番田島、4番原田、はい、5番浅見、はい、6番井ノ口、はい、はい、以上のメンバーです。はい、これで第1回定期公演を行っていくので、あともう少しの練習頑張りましょう。はい、はい、では今から第1回定期公演の立ち位置、そしてマイクを歌うメンバーと、マイク番号を発表します。名前を呼ばれた人から返事をして立ち位置についてください。はい、まず後ろの列の上手からいきます。森、吉岡、小田垣、英会、鈴木沙羅、鈴木梨央、で前列の上手からいきます。大崎、山口、はい、吉田、小田垣より、矢部田、富永、はい、小田、はい、はい、はい、そしてここが立ち位置になります。そして歌唱メンバーを発表します。マイク番号1番から言います。1番大崎、2番富永、3番矢部田、4番山口、はい、5番小田垣、はい、6番吉田、はい、はい、以上になります。はい、ではブルークラスの第1回定期公演の立ち位置、そして歌唱メンバーマイク番号を発表します。呼ばれた人から返事をして立ち位置についてください。はい、はいはい、まず後列の上手からいきます。早川、はい、斉藤、はい、久遠、竹内、はい、橋本、はい、泊まる、はい、では前列の上手からいきます。長峰、はい、大木、はい、河合、はい、神崎、はい、飯吉、はい、阿部、はい、佐藤、はい、はい、以上です。桐原って出ないで出れないからですね。はい。出れない。で、神崎が出たです。で、そしたら次に歌唱メンバーを発表します。マイク番号から言います。1番斉藤、はい、2番阿部、はい、3番神崎、はい、4番佐藤、はい、5番河合、はい、6番久遠です。ピンククラスの、第1回定期公演の立ち位置を今から発表します。名前呼ばれた人から返事をして立ち位置についてください。まず後列の上手からいきます。吉田、はい、宮本、はい、藤田、はい、三田、はい、塩原、はい、福田、はい、福田、はい、はい、では
ゃあ前列いきます。酒井、はい、間、赤羽、はい、小野崎、はい、朝原、はい、大石、はい、夢野、はい、渡辺、はい、はい、です。14日は、このメンバーの出演になるのでこちらの立ち位置になります。朝原と新田でセンター割りです。なのでここが2人の間がゼロになるように立ってください。はい、はいはい、で今日お休みの人は野崎と大石がとここにいます。はい、で、並びに歌唱メンバーも発表します。歌唱メンバー、そしてマイク番号を発表します。1番大石、2番新田、はい、3番藤田、はい、4番朝原、はい、5番小野崎、6番夢野、はい、以上です。これが14日の立ち位置と箇所目になります。覚えてください、はい、でそしたら、出演メンバーが変わるので、16日のパレットのオープニングアクトの方も合わせて発表しちゃいます。これはね、人が変わるから違うんだけど、豊田がいる、で逆に朝原出るんだよね。だから豊田は、豊田ここに、ね、で新田が朝原にいて、ここに来て、小野崎が後ろに行ったような形で、小野崎と新田でセンターを行くです。で、この日の歌唱メンバーは1番豊田で、2番大石、3番新田、4番藤田、5番小野崎、6番夢、はい、です。はい、大丈夫ですね。覚えません。はい。はい。